意識してる選手っていうのは、正直誰を意識するっていうよりかは、自分がこうステージで見せるだけなので、あんまりこう意識してるっていう選手は正直いないっていうのが、あるかなっていう感じ。ただ順位的な部分で言うと、やっぱこう競技者としてやってるからには、優勝を狙っていかないと他の選手に対して失礼になってくるし、だからそこら辺はしっかりと本気で自分の最高のパフォーマンスを発揮できるようにできればいいかな、発揮できるように頑張りたいなっていうのは思うかな。日本クラス別の時は 76.5 キロから、まあ、6キロから 6.5 キロぐらいの間だったんで、それをもう少し、もう一段階で、そもそも日本選手権に今日に合わせてきてるので、そこをしっかりこう合わせてこれたんじゃないかなっていう感じ。まあそれがステージに出てどう見えるかっていうのは上がってみないとわからないので、そこに関してはまあ上がってみてどう映るかなって自分で正直楽しみなところではあると思いますね。なんか今年はすごい減量がスムーズだったんで、日本クラス別まで普通にずっと同じものしか食べてないし、日本クラス別の時にちょっと終わった後に少しだけまあ好きなものっていうか和菓子とかいつも食べないようなもの食べたんですけど、それ以外は全然変わってないので、とにかく今年はストレスがなく減量できたのが一番収穫じゃないかなって。それをこう経て筋量をしっかりと残せたことができたので、まあ、すごい良かったなと思います。今シーズンは、まあ、まだ終わってないですけど、まあ、終わった後もすごい良かったんじゃないかなって感じることができると思います。結局最終的には自分がやったことがこう結果につながってくるので、別に相手と取っ組み合ってこう一瞬でこう勝負が決まる世界ではないので、自分の準備してきたものがしっかりとこう身になればいいかなっていうか、結果につながればいいなと思います。
トップ3第3位から発表してもよろしいですか。第3位はエントリーナンバー14番スナカス。どちらが勝っても初体感です。